山崎製パン株式会社古賀工場に来ています。イエーイ。なんで私たちが今こちらに来ているかというと、茨城放送の愛称が4月からももちゃん何に変わるんだっけ。ラッキー FM に変わります。はい、そんなラッキー FM とこの山崎パンでしーちゃん何することになったんだっけ。山崎パンのランチパックとコラボすることになりました。茨城放送のアナウンサーが味であったりパッケージにもこだわったので、この動画をご覧の方にもそのあたり伝わっていけばいいなと思います。もうたくさんのトラックがありますが、茨城県外にも山崎パンのこのパンが配送されているわけなんですけど、うん、私たちが作ったそのコラボのパンも茨城県、そして茨城県じゃないエリアにも販売予定。やったー、素晴らしい、楽しい。でこの時間大島アナウンサーだけ生放送の都合で間に合っていませんが、この後中に行くときに合流予定です。お客さんのお話聞けるといいよね。はい、制作品とか楽しみです。それでは中に行ってきます。行ってきます。っていうのを今見ていて思ったんですけど、元々食パンですよね。はい、三銀棒食パンを焼きまして、はい、それを一枚一枚こうスライスをかけて、はい、中身を絞って2枚重ねてプレスします。プレスする。じゃあ今耳だけ落ちてきてるのはもうプレスされた直後みたいな。そうですね、その後ですね。